どうも、クライアントです。まずはチャンネル登録と良いボタンをお願いします。さて、今回は、こちらのね、大阪さん、あと大阪さんが、まあ、拡散希望ということで、ポストされていたこちらの映像、これについて、まあ、取り上げてみました。まあ、実はね、これも2週間ぐらい前に起こった事件のようですけども、まあ、おそらくまだ解決してない、犯人は捕まっていない、とは思います。まあ、既に警察は介入してるんですけども、そして犯人の映像もね、はっきり映ってるんですけども、まあもしこの2週間経っても解決していないっていうことであればね、まあ私も、まあ一応ちょっと取り上げてみて、見ようかなということになるわけですけども、一応ね、読んでみましょうか。拡散希望。2023年11月26日日曜11時5分頃、食品館アプロ、これは北鶴町っていうかな、店、大阪市大正区鶴町3丁目20-30で、ジップが置き引きに遭いました。警察官立ち会いのもと、お店の方と親父と私の4人で、動画と静止画をモニター越しに撮影させていただきました。ということで、こちらのね、YouTube でもすでに、まあ、拡散されているようですけども、まあ、結構ね、主張されてるんですけども、いまだに、まあ、もし犯人が逮捕されていないということであればね、ちょっとどうなんやろということで、私も今回、まあ、この件についてね、取り上げてみました。まあ、もしね、すでにもう逮捕されているか、自首しているということであれば、まあ、ちょっと申し訳ないんですけども、一応、こちらの、まあ、その時の映像がね、もう鮮明に残っています。犯人の顔もはっきり映ってますので、まずはご覧ください。ごめん、何回かお願いしますね。どこに置いてるの、とりあえず、最後は。あれ、財布曲がってるか、払うか、またひっくり返して入れたい。財布はどこに置いてんの。ここ、ああ、手出させたかな、うん。あ、ここか。後ろの着とるこのサイトから陛下がしてた。あとじゃ忘れてるやん、完全に。腕ぐらい。ほら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 。その父ちゃん忘れとるやん、完全に。え？いや、俺は後で取り込んで、そこを置いてきたらもうあれへんねや。考えな。ということでね、まあ、明らかにあのオレンジの男がここに置いてあった財布を取ってそのまま去っていったというのが鮮明に映ってるわけです。そしてまあその後ね、まあ、こちらの YouTube 動画を見ていくと、まあ、帰り、まあ、チャリに乗ってどこかに去っていってる姿も映っていますので、まあおそらくこのスーパーの近所に住んでいる可能性が非常に高いと思われます。ということでね、まあ、これ顔もね、このように、鮮明に映っております。まあ、この男が撮っていたことはもう間違いないわけです。まあ、警察もね、すでに介入しているわけで、まあ、別にこの顔を晒してもね、まあ、問題ないと思いますし、まあ、心当たりのある方はね、まあ、絶対にここの、コメント欄とかには書かないでください。トラブルになる可能性があるので、間違ってたりすると。だからちょっと、まあ大阪界隈、まあこの辺の大正区、鶴町界隈に住んでいらっしゃる方で、あ、こいつ知ってるわ、という方はね、もう直接警察に連絡してください。コメント欄とかには絶対に書かないで、名前とかもね。警察にちょっと心当たりがあるんで、あいつじゃねえかなと思いますけど、というね、ことでしたら、まあ警察が、
しっかり調べてくれると思いますんで、まあ日本っていうところはね、結構財布落としても、まあ、拾って届けてくれるということで、結構世界的にも、まあ、まるで有名な話ではあるんですけども、まあ、こんなクソみたいなやつもやっぱりいるわけで、だからね、まあ、私個人的にはですね、やっぱ信用できない面もあるっていうこともあるんですけど、やっぱり財布をどっかに置き忘れてしまうっていうこと、やっぱある可能性あると思うんですよね。まあ、そこで私がやってるのが今、ズボンに、こういう、なんですか、ウォレットチェーンっていうんですかね、こういう。まあ、昔結構流行ってたと思うんですけど、最近あまりしているのを、ね、見かけることはあまりないんですけども、私はこれをつけてます。財布とこのズボンをつなげるというね、ウォレットチェーンっていうか、なんか知りませんけども。でしかもね、これ、まあ、ここを見ると結構高いのもありますけど、正直100均で売ってます。こんなのも100均で買って、もう極力やっぱりね、財布は肌身離さずつけておく。まあ、さっきの方なんかですね、やっぱりなんでしょう、このおそらく、まあ、小さななんかバッグみたいなの持っておられたんで、まあ、それに入れてるのか、まあ、もしくはねポケットに入れてもなんかやはりそういうウォレットチェーンがついてないということで、ね、ついつい置き忘れてしまうということになってしまいます。先ほどのね、こういったウォレットチェーンをつけておくと、絶対にすぐに会うこともないし、置き忘れるということも絶対ありませんので、ね、まあ、できればそういうものをつけていただいた方が、まあ、安全かなと。まあ、100均でもね買えますので、ということでね、まあ、この顔見覚えのある方はぜひ直接警察へ届け出ていただければと思います。まあ、もしね、もうすでに捕まっているとかね、自首しているとかいうことであれば申し訳ないですけども、まあ、一応それもね申し添えておきます。うん、ということでね、まあ、どうやらね、いろいろコメント読んでみても、なんかまだ捕まったとかいうコメントが出てこないんですので、で、まあ、今日の段階でさらになんかリポストされていたりもしてるんで、まだかなと思うんですけども、ちょっとその辺はね、私もはっきり把握しておりませんけども、まあ、今回は以上となります。ではまた。